田中さーん。やだー。ありふれた名字を持つ私田中みな実、日本で4番目に多いというこの名字を持つ仲間たちの情報を番組内で紹介していきたいと思います。そしていつもならここでメールを紹介していきたいのですが、今日はワグメンバーがねゲストでできた時恒例の奥の蚊やプレゼンツ私が知っている田中さん情報をお届けしていきます。なんか毎回ね、はい、なんかね、いろいろ暴露されてる。されてる。もうね。でも、カーはきっと分かってくれてるはず。今まではね、なんか、ミュウとかヨッピーとか、へーへーへーって感じの子だったけど、もうカーは大丈夫だった。私は信じてるから。オッケー。うん。じゃあどうぞ。はい、言います。田中みな実、ベタベタ事件。ベタベタ事件え、うん、何全然分かんない。あのね。うん。前に、現場で、オロナミン C をね、みなみが飲んでたら、それを自分のカバンに、ベチャってぶちまけたの。ぶちまけたか。そう。で、それで、え、待って、え、カバンにオロナミン C? と思って、でも拭かなきゃ拭かなきゃと思って、あ、拭くよ拭くよって言ったら、なんか、あ、全然大丈夫って言って、なんか、拭かずにそのまま帰ってったの。ベタベタのカバンのまま、帰ってて、すごいなんか、あ、なんてガサツなんだろう。やめてくれ。これはコンタクトレンズと同じ匂いがする。やめてくれマジで。そんなことあったっけ。いつだあった。結構前、花山でやってた時。マジか。あ、その頃はちょっとなんかあのコンタクトレンズも結構ポイポイしてたわ。カバンの中液体をポイポイ。そんなのあった。あった。てかまだあるんですか。じゃあなんかそんな催促しないでください。もう一個みたいな。もう一個言うね。まだあんの。田中みな実、一番謎人間。これは、わからないな。これもわかんないな。全部わかんない。どういうこと？だね、これはね、かわいいお話だよ。あ、やった。あのね、本当に初期の頃合宿やってたじゃん。で、その時に、なんか、その、やっぱまださ、みんな分かり合ってないから、そうね。こう、みんなどんな子なんだろうみたいな感じで、こう、ちょっと探り探りでお話とかしてて、で、なんか、でもちょっとなんか問題があってさ、なんか、なんか喧嘩までいかないけど、ちょっと雰囲気が。あ、なんか毎週とヨッピーが、ふにゃふにゃ言ってた。ふにゃふにゃ言ってた時に、なんか、そう、それでなんか、で、実際さ、みなみはさ、どうなのみたいな。どう思ってんのみたいな感じで、なんか言ったら、なんかね、誰か聞いた時に、みなみが、すごい泣きながら、でも、私は、本当にみんなのことが大好きだから、だから、仲良くしてほしいって思って。ねえ、恥ずかしい。泣いてるみなみを見て、なんか私もさ、なんかみなみあんまりさ、自分のことをお話しする子じゃなかったから、なんで泣いてんの。恥ずかしい、言わないでよ、もう。から、なんか、その、よくわかんなかったんだけど、そのみなみを見て、もうこの子は天使なんだって、すごい思った。本当に。そんなこともあったね、そういうのね。素敵、素敵だよ。よかった。なんか、まあ、前の二人よりかはまだマシかな。ありがとう。はい。終わりです。今日は特別編でお送りしましたが、いつもは皆さんの周りの田中さんについての情報を募集します。ぜひぜひ送ってきてください。以上、田中さんのコーナーでした。ではここで。